ッシングプレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界オズロ代表の工藤英二です。さて本日はプロフェッショナルアングラーの村上春彦さんをお迎えします。バストーナメンターとは異なる視線やアプローチでバス釣りの楽しみ方スタイルを確立したといわれる村上さんですが、現在はバスフィッシングだけにとどまらず海の釣りのソルトルアーフィッシングのジャンルにも活躍の場を広げています。また2013年からルアーメーカー株式会社一斉の製品プロデューサーとしても活躍中。そして柔軟な発想から生まれる魅力的な製品とアマチュアアングラーでも実践できる釣り方を日々模索し、大阪出身ならではのユーモラスな喋りによる情報発信で多くのファンを引きつけています。そんな村上さんがどのように釣りと出会いプロフェッショナルアングラーとして活躍されるようになったのか、じっくりとお聞きしていきます。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。プロフェッショナルアングラーの村上春彦さんです。おはようございます。おはようございます。本日は遠方でですね、はい、電話によるリモートということで、よろしくお願いします。本当はお会いしたかったんですけどね、ちょっと叶わず、オープニングで大まかな村上さんのプロフィールご紹介させていただいたんですけども、はい、まずですね、はい、現在プロフェッショナルアングラーでご活躍中なんですけども、はい、ちょっと村上さんのヒストリーを紐解きたいのでですね、原点って言いますか、そもそも釣りとの出会いってどんなところかなのかなと、お子様の頃なのかとか、その釣りとの関わりについて、ちょっと、教えていただければなと思うんですが、はい、はい、ですね、まずは、捕獲ですよね、捕獲捕獲、はい、まずは捕獲で、もともと昆虫が嫌いで、あ、嫌いなんですか、大嫌いで、虫とかそういったものがすごく嫌いだったらしいんですよ。そこはもう僕記憶ないんですけど、はい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 、幼稚園の低学年というか 年少さんの時に、うんうん、自分の親がですね、僕が急に泣き出したのを見て、どうしたんだってなったんですよね。そしたら足元にアリがいてたんですよ。だからうえーってなってたらしいんですが、年長に上がった時に、カマキリでいじめられたんですね。カマキリを顔に持ってきてゲーっとこう、なるほど、はい、どうだどうだ村上みたいな感じで、やめてくれってなったんですけど、ちょっとしてから、そのカマキリはどうやって持つのかって聞いたんですよ、そいつに、はいはい、そしたら喉のところをこうやって持てって言われて、持てたんですよ。はいはいはい。そこから昆虫の本を買って、買ってもらって、はい、父親にね、その本をずっと毎日こう見て、全部の昆虫にまつけをしてたんです。丸丸バツ丸バツ丸丸とか、こいつ嫌い、こいつ好きとか。なるほどね、はい、ここから昆虫が好きになるでしょ、はいはいはい、で次に、いろんなものが好きになってくると当然、いろんな珍しいものが欲しいじゃないですか、はいはい、例えばタガメとか、ね、僕も憧れましたよ、憧れますよね、でそうするとこういうところで取れるって言って捕獲が始まるじゃないですか、で捕獲が始まると、水生昆虫って水カマキリとかもなんかちょっとその頃からすると幻想的な魚、幻想的な、昆虫でそこに憧れるんで、網を使いながらの、捕獲ですよね、ガサガサしながら、はい、ガサガサしながらね、はいはい、そうするといろんなものが取れてくるでしょ、これなんだみたいな、例えばマツモムシとか初めて取ったら、これは図鑑で見たことあるって触ったら、もう飛び上がるほど痛いんですよ、急に刺すから、とかそういう経験値もしつつ、友達とかが釣りに行こうってなって、はい、
僕もついていくんだけど、別に釣りに興味がないから網で捕獲しとったんですよね、邪魔しない程度に。なるほどね、はい、うん、あの釣り場ではやらないですよ、その感覚は多分あると思うんで、うん、そうね、中で糸と針を借りて、うん、でミミズも借りて、うん、要は手釣りですよ、はい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 、で重りをつけて、うん、まあ、ここでも理屈は分かるじゃないですか、重りをつけてこう、うんうん、ピンと糸をたどる、あのまっすぐするんだみたいな、はいはいはい、そして足元に岩があって、うん、岩の上に立って、この岩陰を落とすと何かが釣れそうな気がするが始まったんですよ。なるほど。そこで釣れたのがドンコ、これが一番最初です。はあ、それ小学生ぐらいの頃ですか？小学校5年とかそんなんじゃないですかね。はい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 。そしたら、ここにすごくその、うん、今、改装すればですよ、はい、この釣りのすべてが、うん、詰まってるというか、まあ、入って詰まってるんですよね。はいはいはい。うん、まずこれとこれさえあればいいわという最低限のことを、うん、ね、竿を貸してって言わないわけじゃないですか、うんうん、そいつは釣りしてるから別に邪魔せんとこうというよりも当てるものに対して、うん、なんていうのかな、それを借りる方がめんどくさいじゃないですか、はいはい、うん、ね、なので糸と針と重りとちょうだいって言ったら、ああいいよって言ってくれたじゃないですか、何すんねんって感じですよ、向こうからすると、はいはい、そんなもんで何すんのみたいな、そしてその、うん、想像を膨らませた状態の仕掛けを使って、うんうん、この岩の下に何かいそうと想像してるわけじゃないですか、それ、はいはい、妄想してるわけでしょ、うんうん、でそこでかもしれないと思って試したものが、うん、岩陰から黒い影が飛び出したのがドンコで、うん、やっぱりという感じじゃないですか、はいはい、妄想が現実になるわけですね、そうそう、アッハ体験がそこでできて、はいはい、ハッとするじゃないですか、うんうん、これが多分 のめり込んだきっかけじゃないかなと思ってますけどね、なるほど、まあ、それがかなり、子供の頃の原体験なわけですけどですね、はい、そこからどうい こうプロセスでそのバス釣りにはまったりとか、はいはいはい、現在のこうプロになっていくみたいな、その流れっていうのはどんな感じなんですか、まあ今ね僕53歳なんですよ、はい、釣り始めたのが11歳ぐらいでしょ、それでいうと、はいはい、だからね、42年、うん、ゆっくり調べれば42年かかるんですけど、そうするとちょっと僕死んじゃいそうなんで、もう一回繰り返さないといけないよ、だから箇所って説明するの何分で説明しましょうってなるんですが、はいはい、あのね、まあまあその経験があって、次に親父に竿を欲しいと、うんうん、そしたらまあ親父は釣りしてた人なんで、はい、昔からの竿で使ってない竿はたくさんあるわけですよ、なるほど、でその中で渓流竿 2.7 メーターの渓流竿、うん、短いグラスの渓流竿をもらったんですね、はいはい、でそこから釣りに行きます、同じ場所ですよ、その友達と行ったところ、はい、で釣れる対象魚は、及川、船、うん、それからまあモツゴモロコやね、うん、それからなんだろう、カマツカ、うん、そんな類のものが、はい、まあ、川の中流魚、中流魚かな、うんうん、で川幅はだいたい向こうまでが25メーターないぐらいの中規模河川というか小規模河川の生きる河川ぐらいのところでやってて、はいはいはい、でまずとりあえず親父は昔に渓流というかの清流やね、はい、いわゆる川釣りをしてたけど、うん、その当時はもう海釣りしてたんで、うんうん、で昔って言ってもまあ親父がどうだろう、子供の時にやってたぐらいの感じなので、うん、で餌がさどうしたらいいんだってなったら、小麦粉にさなぎ粉を練り込んだら釣れるって言われてます、はい、あーと思ってそれを自分でやって、そこでもう自分でやるんですよね、勝手にやってっていう、そうやって子供の頃から、まあ、現在に至るのきっと自分で作ったり工夫したりっていうのが お好きというか、そういう性質というか、いや親父がしてくれないからしなしゃあない、自分でせえって言われる、そういうことですね、はい、そこなんですよ、自分でしろっていう、いやだって子供の時に、うん、してあげたらそっちの方が楽な人はたくさんいるでしょ、うんうん、でそっちの方が楽な人でそれを自分でするならいいやと思う人はそこでやめちゃうけど、僕はたまたまちょっとぐらいならできるという、まあ、小麦粉にこれを練り込んだもの、うんうん、で小麦粉は家にあるじゃないですか、はいはい、さなぎ粉は親父が多分海の薪に使ってたさなぎ粉はあったと思うんですけど、うん、もう釣り具屋さんに行かずでもそこで成立するじゃないですか、なるほどなるほど、はいはい、そこで小麦粉練ったら小麦粉が手にベタベタするな、これどうしたらいいんだとかなるじゃないですか、うん、で油入れてみたらならないですよね、手にベタベタしないです、うん、おおと思いながら、うん、まあ、作ったものをその場所に持って行ってずっとやっても釣れないです全然
全然釣れないよね。はいはい、うん、でミミズをみんな使ってたんで、ミミズやったらいいんですけど、うん、なんかねミミズは臭いのが嫌だったんですよ、気持ち悪いとかじゃなくて。だから練り絵でやったら釣れるって言ってる親父を信じてやったんだけど、全然釣れなくて、うん、まあずっとやってたんですけど、それ僕も一人で行ってるんですよ。なるほど、気になったら、はいはいはい、多分抜け駆けしたいんやと思うんですよ、その友達とかがやってるのとは別で。で自分なりのやり方で、うん、よっしゃ買ったぞっていう風に何かがあるんですよ、うん、きっとね。なるほど、そこまで強い意志を持ってそうはしてないんで、うんうん、でそこ行きました。で行った時に多分一人で、僕背低かったんで、小学校5年やったらね、身長125とか130ぐらいまで、はいはい、多分それぐらい、まあ、チビやったんですよね、うん、でそこで、釣りをしてると横のおっさんが、うん、おどこから来たんやみたいな感じでこう声をかけてくるわけですよね。はい、いや一人かっちょ一人やって、で釣れへんって言って、なんでおっちゃんはそんな釣れんにゃい、何を使ってんにゃいって、こんなんでこんなんでって言って、そう、エリエを見せたわけですよ。はい、ね、これはこんなんじゃ釣れへんと、うん、釣れへんやってなるわけじゃないですか。ちょっと貸してみろって言って、そこに、うん、まあ、そのおっちゃんもなかなかいいタイミングのおっちゃんで、うん、これを使えって言ってすぐその餌をくれたんじゃなくて、うん、その餌に混ぜていくんですよ、いろんなものを。へ、うん、それも今思えばすごいなと思ったんですけどね、たまたまにしては、うん、これにこうやってこうやろこうやろこうやって言って、めっちゃ柔らかくなって、しかもしっとりした感じの、うんうん、なんか感じが出来上がって、これで釣れるはずやって、入れたらいきなり釣れるわけですよ、はあ、もう入れ食いじゃないですか、追いかとか。へ、どういうことだってなるんですか、ですね、うん、いや今から思えば、うん、結局溶けてないんですよ、小麦粉が水の中で。ああなるほど。でそこに風の、練り絵とかを練り込んで、マッシュポテトとか、うん、だんだんばらけるようにしたんで。あ、そっか、そうなんですよ、要は水溶性にしていった、うんうん、就業効果が高くなった。就業効果ね、はいはいはい、うん、これだから鮮明に覚えてるんで。へ、で僕はそれを釣れたじゃないですか。で、うん、まあどうだろう、ソフトボールぐらいの大きさになってたんで、だから野球のボールよりもちょっと大きいぐらいね。え、そんな大きいんですか。じゃあそうそうそう、いや、あれに入れて洗面器に入れてやるから、多分小麦粉が多いから容器入れんとそうならんかったっていう。はいはいはい、僕が作ったのがどうだろう、ピンポン玉2個分ぐらいを持ってったんで、その小麦粉を埋めた状態だと思います、うん、でそれで釣れるじゃないですか、うん、そしたら大事にそれ持って帰るじゃないですか。でまた次の日も行くでしょ、はい、小学校だから平日行くじゃないですか、はいはい、まあ、また釣れるわけですよね、うんうん、でまた大事に持って帰るでしょ、うん、ある時腐るわけですよ、そのその餌が。そこで初めて釣り具が行ったんですよ。なるほど、ね、餌欲しいって。ああ、なるほど。だ餌欲しいってなって、その餌屋さんでこうやってこうやってこういうもんが釣りたいからって説明したら、うん、釣れてもらったのが青ヘラっていうね、マルキューでしたかな、うんうん、その餌を使って釣るようになったっていう、でその辺から、うん、横のおっさんがやってる、あの竿受けに竿を置いて、はい、竿元っていうか、あの、要はヘラ釣りの、あ、ありますね、固定するやつですよね、はい、固定してね、ええ、うん、あの格好がやりたくて、うん、でも別にね、そこでねお金をかけてそれを買って出来上がりじゃなくて、うん、まあ、別にそこまでせんでええねんけど、なんかやりたいなと思った、竹を切ったらそれできるじゃないですか、それで。ああ、空洞ですからね、そこ差し込む、うん、そうそう、差し込む、差し込む、はい、そうそうそう、はいはい、っていうようなことから始まって、うん、でもなんかうまいこといかへんから、最指定の値段の安いやつ、うん、ね、知ってる人は多分この、聞いてはる人はあーっていうものがあると思うんですけど、ええ、A が赤くて、で、ね、突き刺せるように先が尖ってて、 A の先がね、うん、でそこに、ね、長さ調整するネジがあって、ええ、その先が黒いんですよ。でその先の先に竿受けのこの V に分かれてるところがあるんですけど、そこは黄色のプラスチックでできた竿受けが330円ぐらいなんですよ。安いですね。一番安い。一番安かったの。それと、うん、その竿元っていうのは、その、要は、小文字の Y みたいになるように、うん、Y をぺったんこにしたような形のスタイルになるように、うん、竿元っていうのがあって、それを金属製でできて、それも高さ調整できるやつがあるんですよ。はい、それを、なんていうかな。クリップで挟むような形にして、うん、穂先の方の竿と根元の方の竿を固定しながら、うん、ヘラ釣りのスタイルになるんですよね。ほう、
なかなか想像するのは難しいんですけど、なるほど、はい、そうなんですよ。多分想像できる人は今、ああ、あいつの言ってることはこれやってかなりごくわずかのような気もしますが、はい、そうそうそう、だからそのごくわずかなやつですよ、きっとね。なるほどね。で、まあ、それをずっと続けてて、まあ、次日は流れて、まあ、僕が釣りをすると。で、結局、まあ、今回のね、お話の後でも出てくるかもしれないんですけど、こだわりという言葉が出てくると思うんですけど、はいはいはい、で、僕は別にこだわってる気はないんですが、釣りにこだわってる村上っていうやつがおるっていうのは、なんとなくこう、ね、クラスの中でも、あ、釣りするやつなんやなと、いつもなんかそんなことばっかりしてんなっていう感じになってるじゃないですか。授業中になんか削ったりして浮き作ってるぐらいなんで。なるほどね、そう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 。でもね、鉛筆削ってるのとね、棒削ってるの先生は分かんないんですよ。浮きまで作らんかったら。ああ、そっか。丸さをこう削ってても分からないじゃないですか。そう、なんか棒だから鉛筆だろうなと。棒だから別になんとも思わないでしょ。うん、まあ、そういうことをしながらと、はいはい、その僕に対して、バケツで魚取ったんやけど、これなんか分からんけど、これ何やって持ってきたんですよ。7センチぐらいの小さな魚をバケツでね、はい、朝学校行ったら、それ小学校6年です、それが、はい、ブラックバスやんけってなったわけです、それが。はあ、なるほど。これお前ブラックバスやんけって言って、これどこで撮ったって言って、そしたら何々池の何々場所っていうところで、網です、網じゃなくてね、水で釣ったやつかな。へえ。僕はもう頭想像膨らますじゃないですか、あの池ってブラックバス釣りやって思って。ブラックバスはなんていうかな、釣りの本とかで見たことあって、じゃあルアーで釣れると。でも餌でやったらもっと簡単に釣れるはずやっていう直感が働くじゃないですか、はいはい、でそこ行って釣りに行ったんですけど、まあまあブルーギル、ブルーギルばっかり釣れて、バスは釣れなかったんだけど、まだそんな少なかったんでしょうね、たまたま釣れただけで。なるほどね、はいはい。こっからバスにこうバスを釣りたいっていうのにこうハマってきて、頭が、はいはい、だってまだ幻ぐらいですよ、その当時は。なるほどね、はいはい、うん、そうで、それが小学校6年でしょ、でここで中2の時にブラックバスを釣ったいうやつが出てきたんですよ、友達の中で、はい、はいはいはい、中2。なるほど、で、どこで釣った言うて、どこそこで釣ったってまた言ったんですけど、実はそれ嘘やってそうなんですね、うん、嘘やったんですよ、そういうデマやったんですけど、とりあえず僕はその当時からバタモン作ってるメーカー、某メーカーがあって、そのバタモンのルアーで、まあ、釣ろうとしてたんですけど、もう行く前から夢見るぐらいですよ、こう立ち木があって、立ち木のそこにそれがポシッと落ちてドバッてみたいな、はいはいはい、ね、その時動画もないじゃないですか、はいはい、だからもうイメージなだけじゃないですか、なんとなく、うんうんうん、でそれで行って、それはデマやったんですけど、でそこから、まあ、あんまり実家が立たずしてブラックバスが釣れるよっていうのを聞いて、で、それはね、確かな情報ですよ。それは確かなっていうぐらい、それは確かな情報やったんですよ。はい、でそれは確かな情報だと分かったんで、僕は今度ミミズだからブルギルが来たんだなと思ってたんで、初めての場所ですよ。で、まあ、結果的には三条池で、綺麗な水の池やったんですよ、ね、で水が綺麗だっていうのを聞いてました。で、ブラックバスはいっぱい見えてるって言ったんですよ。ほう、でミニファットラップラパラっていうね、ラパラ社の、まあ、その頃小さな、まあ、クランクですけど、まあ、ミノが短くなったような3センチぐらいのちっちゃなプラグがあるんですけど、はい、それで釣ったっていうからね、はい、金魚を持ってたんですよ、同じ大きさで同じ形じゃないですか、はいはい、で金魚を持って行って、自作の竿で、リールがクローズドフェイスリールで、でまあ、今でいうキャロライナリグやね、重りがあってリーダーが出てて、その先に針がついたんで、はあはい、そこにその金魚をちょんがけて、あれですよ、金魚もブクブクに入れて、でママチャリの前の、カゴにそれをブクブクを入れてチャッポンチャッパンやりながら、そうか、生きてる金魚持ってたんですね、そう、はいはい、そうそうそう、はいはい、それでブクブクで生かして、で山の道やからこう険しいじゃないですけど坂道を登っていくわけですよ、チャッポンチャッパン、はいはい、チャッポンチャッパン、はい、でようやくたどり着いてそれをしてるんで、頭の中ではもうこの金魚をこう投げてこうやったら釣れるというここで妄想が始まってるわけですよ、はい、俺からそれで1投目で釣れて、
その当時ストリンガーという、その当時ストリンガーというものに憧れてるわけですよ。あのクリップのでかくなったようなやつ、はいはいはい、いわゆるスナップスイベルの、スナップがついてるバケモンみたいなスナップが鎖に連なってるやつがあったんですけど、はいはい、それにエラー通してこうパスをこう何ていうかな並べるというか、はい、ぶら下げることがかっこいいわけじゃないですか、はいはいはい、でそれにぶら下げて、で水の中で生かしてたんですけど、15匹ぐらい釣ったんですかね、多分金魚分全部釣れたぐらいの、金魚は20匹ぐらい持ってってたと思うんですけど、エサ菌コアカというやつですよエサ菌 ね、はい、うん、そうエサ菌ね、あれ1匹8円ぐらいだったかな、その当時10匹80円だったかな、うん、でそれで、まあ、それも安いお店で高いところで20円やったから、うんうんうん、でそれで持って行ってそれで釣れたやつを食べたんです、食べちゃったんですね、持って帰って、あの食べたかったんですよ、ブラックバスは淡水魚やけど、うん、海の魚の形がしてるからうまいんかなと思って、うんうん、はい、で、それが中2の最初ぐらいで、中2の夏休みぐらいに夏季講習って言ってあの塾へ行ってたら、その塾生はあの違う別の中学校の、うん、で釣りをするっていうんで意気投合するじゃないですか、はい、で僕はもうその頃自作ルアーを食っとったんですけど、へ自分で、はいはい、あそんなあの綺麗にじゃないですよ、うんうん、トキパテってタミヤのねあのプラモデルを使うパテがあるんですけど、それをシンナーで溶いたらね、うん、筆で塗ったらコーティングできることに気づいて、はいはい、工夫していくわけですね、またね、そう、うん、そうそうそう、うん、でまあそれでルアーを作ってたんですけど、うん、だからそのルアーをあそれルアー作るんやったら欲しいとか言われたから、うん、いや、いややって言ったら売ってくって言われたんですよ売ってるルアーよりも安かったら買うって言って、うん、じゃあ500円って言ったら500円でいいのかって言ったら500円で買うてくれて、うん、で僕はすると小遣い稼ぎができるんじゃないですか、ね、作ったら売ってくれる買うてくれるから、はいはい、うん、でもこれ水入るぞって言ってそんなもん構わへんから釣れたって言って、うん、釣れたってどこで釣ってんってここでこうなるわけですよ、うん、でルアーで釣れるってなる場所に行って、うん、初めてルアーでゲットしたんですよ、はあ、そこ連れてもうて、なるほどなるほど、え最初はその友達がに売ったルアーで友達が先に釣ったわけですか、そうそうそう、あ面白いですね、でそんな釣れるとこ知ってるよと言われたから連れてけって言ったら、うん、ほら断る理由が向こうもないじゃないですか、なるほど、いつも釣ってそれでやから、はい、うん、で僕仲良しになってるというよりも、うん、あのただルアー買ってくれる人って言ったんですけどねで今度はあのそいつが釣った場所に連れてけという、はいはいはい、うん、状態で連れてってもらって、うん、もう次から一人で行けるじゃないですか、もう彼は別に用ないじゃないですか、うんうん、もう用ないんだバス釣りへの 道筋を作ってくれた人以上って感じですよね、そうそうそう、うん、なるほど、うん、その名も大見くんやからね、あ琵琶湖に来ることを想像してたからなような大見くんが導いてくれたと、うん、そうそう大見くんですよ、なるほど、聞いてるかどうか知らんけど昭和中学校2年やからね、なるほどね、うん、中2、はい、釣りの原体験からやっと中学校後半でバスのルアーで釣ったっていうところにたどり着きましたけど、うん、30分やね、30分経ちましたね、まあ、あのこういうトークもあっていいんじゃないかというふうに思いますので、はいはい、ちょっとこの続きをどうするかってちょっと一旦私考えたいと思いますが、うん、ちょっとお時間がそろそろということなので、はい、続きはまた来週お聞きしたいと思います、本日は、プロフェッショナルアングラーの村上春彦さんに来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、いきなり切られたけど今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士タックルプラスノートをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX オフィシャルサイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとノート希望と書いて送ってください。その際にですね、番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング。この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。